で、ミンチと玉ねぎのみじん切りと、でご飯、白いご飯ですね。で塩コショウとナツメグとお醤油を入れます。それで包んでいきます。包んでいきます。具を6等分、私6個今日作ろうと思っているので6等分に具を分けて乗せて、見えますかね、よいしょ、見えないですね、よいしょ、見えますかね、こんな感じで包んでいきます。で最後に爪楊枝で留めます。でお鍋に結構キュキュになるまで入れていいと思います。はい、ぎゅうぎゅうにお鍋の中に引き詰めて、キャベツを茹でた茹で汁を入れます。この茹で汁も捨てないでくださいね。キャベツのエキスが、栄養分がいっぱい出てますから。そこでコンソメを入れて塩コショウして味見をしてコトコト煮詰めます。キャベツが柔らかくなったら出来上がりです。54センチ。